ルカバドエルはイタリアトレビーゾ県モンテベルーナ出身のレーシングドライバー。フェラーリのテストドライバーとしてミハエル・シューマッハのワールドチャンピオン黄金期を影から支えたレーシングカートでデビューし、1988年にはレーシングカートのイタリアの国際 100cc クラスチャンピオンとなり、1990年にはイタリア海産選手権にステップアップし最終戦で、 初優勝を挙げた。1991年にもイタリア海参戦試験に参戦し4戦で優勝する。1992年に国際海参戦選手権にステップアップし、クリプトンチームから参戦、当時史上最年少でチャンピオンを獲得し、注目を浴びた。国際海参戦を20歳の若さで制したことから、次世代を担うドライバーと期待されたが、 イ1ステップアップ初年度にその年の F1 で最も遅いマシンに乗ってしまったことが、その後の彼のキャリアを大きく狂わせることになった。1993年、編集1993年、ローラ製シ,ャシーを使用して参戦するスクーデリアイタリアからイ1デビュー。 おそらくその年最も遅かったであるオローラのシャシーと信頼性が欠如した片遅れのフェラーリ製 V12 エンジンの組み合わせながらチームメイトの大ベテラン未経でアルボレートに予選で8勝6敗と勝ち越し3割の GP では入賞間近の7位完走を果たしたがチーム自体がシーズンを通してテールエンダーとして存在した苦いシーズンとなったチームは 資金難から終盤に線を残して撤退。ミナルディとの合併を選んだため、1年でシートを創出する。1994年から1996年、編集1995年イギリス GP にて、ミナルディ M195 オカルバドエル1994年は、レギュラーシートが得られず、ミナルディのテストドライバーとなる。1995年には、 ミケーレ・アルボレートの F1 引退により空席となったミナルディのシートを獲得。開幕前は期待されたが資金不足が影響し、カナダ GP とハンガリー GP での8位がベストリザルトだった。1996年、会一に新規参戦したホルティ・コルセに移籍したバドエルだったが、重く戦闘力が全くなく、 熟成も進まないマシンに苦戦した挙句、資金難に陥っていたチームは、第10戦イギリス GP を最後に、会一から撤退。バドエルはシートを失った。1997年から1999年、編集1997年からは、フェラーリのテストドライバーを務めることになり、1997年と1998年は、レースに出場せずテストドライバーとして、 マシン開発に専念することとなった。1999年は、フェラーリの支援もあり、フェラーリでのテスト契約を継続しつつ、ミナルディから、第一の実戦に復帰した、同年のイギリス GP で、フェラーリのエースであるミハイル・シューマッハがクラッシュし足を骨折、長期欠場する事態となった。フェラーリの F1 マシンを、最もよく知るドライバーとして大役に抜擢される。 最大のチャンスが訪れたが、ミナルディでのチームメイトであるマルク・ジェネとの比較で下回る走りしかできていなかったことから、フェラーリはシューマッハの代役にアローズのシートを失い浪人中のミカサルを指名した。バドエルはこの出来事をとても失望した。スクーデリア・フェラーリがあの時僕にシューマッハの代役を要求してくれなかったことは、 キャリアの中で最低の出来事だったと語っている。この年は荒れたヨーロッパ GP で一時4位まで浮上するなど見せ場も皆無ではなかったがマシンの戦闘力不足からノーポイントに終わった。翌年、カイジレギュラーシートの獲得が難しくなったバドエルは残りのレーシングドライバー人生をフェラーリのテストドライバーとして過ごすことを決意する。 2000年から2010年、編集バルセロナにおけるテストにて、バドエルがテストドライバーであった期間に、フェラーリは7回ものワールドチャンピオンに輝いており、バドエルはマシン開発において大きく貢献しているとして高い評価を得た。またレースウィークは前線に帯同していた。テストドライバーでは、フィオラノサーキットやムジェロサーキットなどでテスト走行をしていた。 フェラーリのテストドライバーのキャリアとしては、チーム史上最も長く、後に、車を理解する能力に優れ、エンジニアからの評判もすこぶる良かったと、ステファノ・ドメニカリに評されている。2009年には、空力付加物の大幅な制限やカーズの導入により、シ,ャシー性能が従来と大きく性格の異なるものとなったが、この年からシーズン中の実走行テストが禁止となり、 バドエルはシーズン前のわずかな期間しか開発に関わることができなくなった。シーズン中の開発はレースウィークの金曜フリー走行でのレギュラードライバーによる実走行がテストの代わりとなり従来テストドライバーと呼ばれていたドライバーたちはリザーブドライバーとなりシャシーに対する習熟がなくなってしまう。そのような状態で ハンガリー GP で頭部を負傷し、しばらく欠場することになったフェリペ・マッサの代役として、翌戦のヨーロッパ GP と続く、ベルギー GP に、フェラーリから、下位一の実戦に復帰することとなった。1994年サンマリの GP のニコララリーに、以来、約15年ぶりのフェラーリを操る、イタリア人ドライバーとなった。そして1999年のシューマッファ 負傷欠場の際には果たせなかった胸を晴らす機会が巡ってきたとも思われた。復帰戦ヨーロッパ GP にて、フェラーリ解60をカルバドエルしかし復帰戦のヨーロッパ GP においては、と散々な結果に終わってしまった。引き続きベルギー GP にも参戦したが、予選再開、決勝も完走した中では最後尾でのゴールという結果となった。 そのため、イタリア GP からは、ホースインディアから移籍したジャンカルロフィジ・ケラに交代することとなった。復帰時には、そのナイジェル・マンセル以上の苦労人ぶりを知るファンたちが、過剰なまでの期待を込めて復帰戦を迎えたが、その結果は、惨憺たるものであった。一部のメディアは、ルカ・バドエルに発音が似ているということで、ルック・ハウバット・ユーアーと揶揄した。この2009年までは、 リザーブドライバーでもあったが、2010年からはその役は、フィジケラに交代となった。これは、大役出場の結果によるものではなく、リザーブドライバーでなくなることは2009年シーズン開幕前には、すでに決定しており、本人にも告げられていた。2010年のシーズン終了でチームを去ることを発表し、12月8日のボローニャモーターショーにおいて、 フェラーリ回60でデモ走行を披露した。翌2011年1月14日にフェラーリとルカティが合同開催するロムにおいて回60で表情デモ走行を行い、これがフェラーリドライバーとして最後の走行となった。チーム在籍14年はフェラーリ歴代ドライバーの中で最長記録となった。 2006年に、バドエルは、同郷ドライバーであるヤルノ、トゥルーリー、アレッサンドロザナルディと共に、第20回冬季オリンピックである、トリノオリンピックの聖火ランナーを務めている。また、開会式では、赤いヘルメットをかぶって、フェラーリの F1 マシンである、会2005に乗り込み、ドーナツターンを繰り返すパフォーマンスを行った。ありがとうございます。